Hey, what's going on? 元気ですか？加藤直史です。今回は、こちらに座ってもよろしいでしょうか？を英語で表すとどうなるか解説したいと思います。で、今回の例文、こちらに座ってもよろしいでしょうか？は英語で、Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? というふうな表現になります。で、Do you mind の部分を Is it okay? というふうに変えても大丈夫です。発音のポイント。座るっていう単語ですが、Shit というふうに力んで発音をしてしまうと、クソ、あとうんちっていうふうな意味になってしまいますので、Sit というふうに自然に軽く発音できるといいかと思います。で、あとですね、高校とかで習ったと思うんですが、Do you mind my sitting here? Do you mind me sitting here? みたいな例文を思い浮かべる方がいると思うんですが、現代の話し言葉として、Do you mind if? という表現が一番使われるので、この my sitting here とか me sitting here は基本的には受験英語以外では使わないということを知っておくといいかと思います。はい、いかがでしたか？今回はこちらに座ってもよろしいでしょうか？ Do you mind if I sit here? を解説しました。それではですね、ぜひあなたの英語力のですね、向上の役に立てばと思います。それではまた。Peace, I'm out.